マイタウン市川。今回の特集はスマートハウスで始まるお得な生活をお送りします。ぜひご覧ください。それではウィークリーヘッドラインのコーナーからいきましょう。9日、北市川フットボールフィールドでフィットネスイベントズンバが行われました。ズンバは世界185カ国1500万人以上に愛されているダンスフィットネスで、ラテンの音楽を中心に世界中の音楽のリズムに乗って体を動かします。北市川フットボールフィールドで初めて開催されたフィットネスイベントズンバにはおよそ60人の市民が参加しました。講師はズンバ教育スペシャリストの古川真理さんです。ゲストのアーセナルサッカースクール市川のリカルド・ロペスさん、そしてキャラクターのズンバ君と一緒に、参加者は青空の下ダンスで汗を流しました。ズンバのユニークな特徴は講師が言葉で指示を出さないこと。今回も古川さんは手を上になどの動きの指示は一切言わず、音楽に合わせて参加者の前で楽しそうに踊り、参加者はそれを見て真似をします。このため振りの間違いやダンスの上手い下手も気にする必要はなく、それぞれ音楽だけをしっかり聞きながら自分なりに体を動かします。そうするうちに自然に音楽に合わせて体が動き出し、激しく30分間踊り続けた後にも、参加者の中からはもっと踊りたいとの声が上がっていました。ズンバってどんな体操なのか分からなくて初めてやったんですけれども、とてもリズム感があって体がこう代謝が良くなるような感じで良かったと思います。ダンスの中でも若い頃のエアロビクスにちょっと近いものを感じて良かったです。若返りました。皆さんこんにちは、山口正孝です。さて皆さんはスマートハウスをご存知ですか？スマートハウスとは IT を使って家庭内のエネルギー消費を最適に制御し、エネルギーを節約、作る、貯めるといった環境に配慮した次世代省エネ住宅です。そんなスマートハウスと市が推進する家庭における地球温暖化対策の取り組みをご紹介します。それでは今日一緒に見学をしていただくエコライフ推進員の前田さんご夫妻です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて普段からエコ活動をお二人はされているということなんですが、スマートハウスご存知でしたか？いや少しは聞いたことあるんですけども、その中身についてはよく分かってないということですね。奥様は？はい、スマートハウス、言葉 CM では聞いたことあるんですけど全く内容は分かりません。気になっている点たくさんあると思います。どんな点が気になりますか、ご主人？やはり設置するにあたってどのくらいの金額が必要なのかという点がですね、やはり一つの課題ですよね。費用です。そして奥様は？我が家のスペースに設置できるかなっていう場所的にちょっとスペースの面、いろいろと気になること疑問あると思います。今日は一緒にモデルルームを見学して勉強していきましょう。まずはスマートハウスとはどのようなものなのか、株式会社ヤマダ SYL ホームのモデルルームを見学に来ました。このスマートハウスにはどのような設備があるのか教えてもらえますか？はい、いろいろな設備がございますが、代表格としましては太陽光発電システムになるかと思います。太陽光発電システムが設置されますと、日中は太陽の光で電気を作り出します。そして停電の時は太陽が出ていればその電気を使っていただくことが可能になります。設置するのにやはりどのぐらいの価格でお金がかかるかということが一つの問題だと思いますね。はい、大体言われますのは1軒のお家に対して軽自動車1台分ぐらいの費用がかかると言われております。
やはり安い買い物というわけにはいかないですね。はい、でも太陽光パネルは電気を作ってこれを売ることもできます、うん、またこれで収入を得ることもできますので、長い目で見るとお得なものだと思っております。それって元はどのくらいで取れますか？そうですね、そちらも良い質問だと思います。以前はですね、15年とか20年と言われておりましたが、今は太陽光パネル自体も安価になりまして、だいたい7、8年、10年ぐらいでは十分元が取れると言われておりますので、おすすめできます。このようにスマートハウスとは、 IT を使って太陽光発電などのエネルギーを作り出す機器や家電製品などをコントロールし、家庭内のエネルギーを節約する環境に優しい省エネ住宅のことです。スマートハウスの技術の一環としましては、こちらにある家全体の電気を制御するヘムスというものがあります。このヘムスをコントロールするのがこちらのタブレットなどです、うん、あ、見てもいいですか？そう、これで操作ができるんですね。設置するのにどのくらいの場所が必要なんでしょうかね、はい、なんか大変なような感じで、はい、ご心配ですよね、うん、ところがですね、たったこれだけの機械で済みます。このような機械をいくつか置いておくだけで大丈夫です。どこにいても家のいろいろな操作が簡単にできると。そうですね、だからちょっとあれ、今ってエアコンつけっぱなしで来たかもしれない、はい、電気つけっぱなしで来たかもしれないって言った時に、はい、すぐに消すことができる。そうです、心強いですよね。便利な住まいになるということだけでなく、うん、無駄な電気を使わなくできるということがこちらの技術となります、うん、さて、いろいろとお話を聞いてきました。いかがでしょうか？設置したくなりましたか？はい、7、8年で元が取れるようでしたらちょっと考えてみようかしらと思いました、うん、ご主人は、ね、はい、今回のは伺いましてね、やはり設置することによって環境にも優しいというような点について学ぶことができまして、いろいろと勉強になりました。続いては京葉ガスのショールームにやってきました。京葉ガスでは太陽光発電と合わせて利用する人が多いという家庭用燃料電池システム、エネファームを扱っています。エネファームは電気を作る発電ユニットとお湯をためる貯湯ユニットで構成されています。都市ガスから取り出した水素と空気中の酸素を化学反応させて発電する仕組みです。また発電の際に発生する排熱を有効活用してお湯も作ります。効率の良いクリーンな発電システムで、年間およそ 1280kg の CO2 が削減できると言われています。結果的にガスの使用量は増えますが、電気代を大きく節約できるため、総合的な光熱費が年間でおよそ6万8000円も節約できるということです。次にダブル発電についてご紹介いたします。ダブル発電とは、先ほど紹介したエネファームと太陽光発電、こちらの組み合わせになります。晴れた日中であれば太陽光発電とエネファーム両方で発電いたしますので、電気代の節約になります。しかもご家庭で電気を使う場合、エネファームで作られた電気が優先的に使われるため、太陽光で発電した電気の売電量を増やすこともできます。また曇りの日や夜に発電できない太陽光発電の弱点をエネファームがカバーすることにより、1年を通じて安心して電気を使用することができます。快適でお得なエネファームと再生可能エネルギーを使った太陽光発電のダブル発電をご検討いただければと思います。それではスマートハウス関連設備を設置された方からお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。設置されたきっかけから教えてもらえますか？はい、設置され
したきっかけは自宅で留守番していた時に、まあ、セールスの方が見えて、最初はどんなものなのかなって思ったんですけど、家族に相談してみたら、まあ、いいんじゃないかっていうことで。特に惹かれた部分っていうのはどんなところで決めましたか？やっぱり光熱費が節約になるところっていうところがやっぱり、はい、惹かれました。設置されたきっかけから教えてもらえますか？はい、そうですね、やはり環境に対して少しでも貢献できればって言ったところが最初にあるんですけれども、良、うん、かった点っていうのはどんなところでしょうか？そうですね、災害時にでも使える機能がありますので、そういったところで安心感はやっぱりありますね。省エネに対する意識というのは何か変わりましたか？そうですね、やはりより節電とか節水を心がけるようになりまして、そういった部分ではやっぱ設置する前に比べたら省エネの意識は大きく変わったと思います。市川市では家庭における地球温暖化対策を促進させるために、この4つのシステムの設置に補助金を交付しています。環境政策課の久美木さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんね、やはり興味はあるようなんですが、どうしても設置費用がかかることがネックになっているようなんですね。補助金の対象を教えてもらえますか？はい、補助金の対象は平成29年4月1日以降に設置工事を開始したものが対象となります。太陽光発電設備についてはすでに完成されている住宅に設置する場合で、ヘムスまたは蓄電池がついていることが条件となります。なるほど。その申請というのはいつどこでどのようにすればいいものでしょうか？はい、申請は設備を設置した後の申請となります。申請に必要な書類を環境政策課までお持ちいただくか、郵送で提出していただきます。スマートハウス関連設備に対する補助金の金額は、住宅用太陽光発電設備1キロワットあたり2万円で上限が9万円、エネファームと蓄電システムがそれぞれ上限10万円、太陽熱利用システムが上限5万円となっています。詳しい情報は市川市公式ウェブサイトで太陽光と検索してください。皆さんいかがでしたでしょうか？スマートハウス、最初は設備投資にお金はかかりますが、設置することで節電を実感できて、さらに省エネに対する意識も高めることができる、なかなか素晴らしいなと感じました。皆さんも検討してみてはいかがでしょうか？来年1月8日文化会館で子ども発達センター発達障害児シンポジウムを開催します。午後1時30分からは、気になる子への適切な理解と支援と題し、植草学園短期大学福祉学科教授の佐藤真嗣さんによる基調講演が行われます。また午後3時10分からは、一貫した支援を目指してライフサポートファイルを活用しようをテーマにシンポジウムが開催されます。参加ご希望の方は市公式ウェブサイト、または電話ファックスで子ども発達センターまでお申し込みください。2月8日妙典5丁目のあじさい保育園で育休復帰前講座を開催します。講座では育休後コンサルタントの山口理恵さんを講師に、育児休業後に職場復帰する際に生じる不安を解消するため、職場復帰の前後に行いたい両立のポイントなどを解説します。対象は育児休業中の方、または1年以内に育児休業を取得する予定のある方20人です。参加ご希望の方は男女共同参画センターまで電話でお申し込みください。次回の放送予定です。12月23日からの今年最後のマイタウン市川の特集は、市川ダイジェスト2017です。ぜひご覧ください。